どうも BFP でーす。さあ、今日はですね、はい、何をするかと言いますと、僕らちょうど1年前ぐらいに行われた、ザ・プリズンツアー、はい、ザ・ザ・プリズンの、DVD をですね、はい、一緒に見てみて、はい、ちょっと皆さんとお話ししていこうかなと思っております。はい、はい、この、まあ、これはブルーレイなんですけれども、ザ・ザ・プリズンツアーっていうのがですね、スカイハイのライブツアーであったんですけれども、ここの中の幕間のシーンで、センテンスっていうのを僕ら毎年恒例でやっております。はい。で、このセンテンスっていうのは、ちょっと説明するとどういう感じなんですかね。説明するとどういう感じ、まあ、コント。コント。演劇。演劇。あ、そう、演劇ね。ラップ劇。ラップ劇。なるほど。そう、ちょっとね、なんとも説明しがたい、セクションがありまして、こう、僕らだけのステージで、うん、やらせてもらえることになってるんですけど、まあ、それをですね、ちょっとちゃんと解説も加えて、一緒に見ていこうかなと思ってます。はい、行きましょう。はい。じゃあ、早速、見てみましょう。どうぞ。始まってます。始まってますね。そうだ。これあれだね。テーマがあるんだよね。うん、そう。まあ、それで緊張してる時だ。これが。違う緊張感があるね。ダンス、はい。なんか探してるんですよ、これは。探してるわけです。何を探してるって。で、その何を探してるかっていうと、これを探してるわけです。ああ、ね、そうね。そうね。そうそうそう。捕まっちゃってるんですよ。捕まっちゃってる、ね。まあ、そのね、プロローグ的な。そうそう。で、これ、拓也に牢屋閉められる。これ実は、こっちとこっちで、明かりの色変えてるの知ってる？ああ、そうだね。牢屋の方が暗い。そう。で、これ捕まってるんですよ。牢屋閉まってんのにお前がなぜか入ってくる。これ結構謎だと思う。もう脱出こう出来上がってる。そうそう、脱出こう出来上がってますね。でもしょうがない。まあまあ捕まった程度。ここはとある離れ小島の韓国。名前の代わりつけられた。こういう感じですね。スカイハイのラップに合わせて、こう物語が進行していくのを僕らが体現するっていうのが戦です。はい。前に髪型が可愛いよね。ね、プードルじゃん、これ。これ見るたびに思う。続くなら今が最適だ。よし、行こうぜ。行こう、行こう、行こう。合点処置、行こうよ。いいですか、これはまあ、とりあえずつるっと流しちゃう。合点処置、ひなが気に入ってたね。気に入ったね。でも気になったらいつでも止めて。振りとか間違ってなくてもいい。これさ、バースがさ、すごい似てるんだよ。囚人側と監視側のそのフレーズがさ、近いんだよ。そうなの、すごいな。なおさら危機感湧いてきた。見回りを強化していくべきだ。ブレイクダウンいくぞ。異常なし、はい、こちらも OK。どこもね、入りやすい。こちらも OK。異常なし。一旦ここまでやんか。これ、どうやって作ってるかっていうのを、なるほどね、割とその、見てる人たちが、うん、気になるわけです。気になる。うんうんうん、これは、まあ、その幕間といって、幕と幕の間だから、まあ、1部と2部だとしたら休憩みたいな感じですかね。うん、まあまあ、セクション的には。そうそうそう。まあ、2時間弱のライブを、ちょっとこう、疲れさせないというか、もう、みたいなね。そう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 。箸休み的な、うん、おやつ的な感じですね。はい、そんな別に無理して例えなくていい。頑張ろうとしてる。1.5 分終わってんだから。そう。まあ、おやつで言うとプリンみたいな。もういいなっていう感じですけど、まあ、基本的には一番最後に作る作業なんだよね。本番迎えるには、そうそうそう、ギリギリのね。皆さん、スタッフチームも、映像さんも、照明さんも、音響さんも、僕らも、全員が一緒にステージ上でやってみようっていうゲネプロがあるんですけど、そう、ゲネプロにまだできてないっていう。だからスタートだね。そう、これは。俺で立ってるだけだから。そう。これでずっと、こんな感じ。衣装こんな感じでーす。ちょっとここ動きます。音も最悪ないから。そうないから。で、たまに、役が違ってるの時がある。出来上がる前出来上がった相談段階の時は、これ本当はロールプレイングソルジャーって曲があるんだけど、ロールプレイングソルジャーっていう曲のテーマでやろうとしてた本当は。だから勇者とかモンスターとか魔法使いとか、なんかそういうのでやろうとしたんですね。そうそうそうってなって蓋開けてみたら俺たち捕まってた。
まあ、瀬取りの問題とかもあって、ね、あそう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 、流れもあったんだけど、で音が来ましたってなって、うん、あこういう感じなんだって言って、まず喋れるのを覚えるんですよ僕ら。そうそうそう曲流しながら、名前持ちながら、誰でも見ながらね、もう一時でもできない暗算だから、音でセリフ動きみたいな、ダンスで言うとね、一番最後になっちゃうんですね。まあそうだね。いつものダンス作ってる振り付け作ってる人たちからするとすごくなんか逆な感じの段取りでなんか曲やってるかなっていうのが前提かなっていう。そうですね。うんうんうん。この後から徐々にこう両サイドが徐々に絡んでいく。そう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 。っていう感じで、はい、あの作り方こんな感じでした、はい、次どうぞ。どうぞ。異常なし、なんとこっちも異常なし、クソ結構できずに時が過ぎる、見回りがちょっと厳重すぎる、もう準備ならば十分だろ、なるほどなら成果を見せよう、このスプーンで壁を折る、監修の見回りの時間を読む、夜食のポテチが幅を取る、うん困るんだと言って太る。普段より俺がちょっとボケな感じになってるんだよね。逆だね。そう、変しっかり監修に媚びを売る。そうだ、確かに寒気や包む、アイマスクで昼でも夢をつつ、スイッチスマブラで暇つぶす、そこ必要ちょっと俺らのさ、流行って、俺らの中で流行ってるのを日高くんは入れてきてくれる。そうなんだよね。面白いよ。それが流行り始めだね。そうそうそう、スイッチスマブラの鍵でも見つけてよ。いや、あるけど、あんのかよ。まあそうと決まりゃ早速出発、安心しろ、ゴールはもうすぐさ。ね、てか、なんで持ってんの。んいや、だからなんでそんな、はい、こちらオーケー、異常なし、はい、こちらもオーケー、みんないい子にしてますな。これでもう牢屋の中と牢屋の外の人たちの照明もね、同じ感じになっちゃう、シーンが一緒になる。クッションは低反発、泳ぐ袋に入れて5本、水温は41度ちょうど、全部優しいっていう。ちょっと優しい感じ。電気製のマッサージ椅子、当然質素な飯もなし、激ヤマな感じ。そうそう。いやだから優しすぎるだろ。なんで俺より待遇いいんだよ。本当に気をつけろ。で、鍵開けてるわけですよ。そうです。で、これね、すごい難しいんだけど、これマルチで見ないと物語が成立しない。そうだね。おい、何してるんだ、こんなとこで。録画切れた。それめっちゃ面白い。あ、本当に。緊張した、緊張どうぞ。お願いします。はい。おい、何してるんだ、こんなとこで。いや、ちょっとトイレに行くとこで。そりゃ失礼、トイレはすぐそこで。こりゃ悪いね、ご苦労、またおって。いや、脱獄なんだろ。おい、戻れ。くそ、こんなところで見つかるとは。こういうところで。ザッと。ここはさっき言ったやつね。本当にね。うん。捕まっちゃったんだよ。捕まっちゃったんだ。さあ今度こそ捕まえたぞ。残念だけどここまでかも。この後厳しい取り調べ。まあせいぜい取り乱せ。いや、俺だってもう限界だ。そもそも俺たち冤罪だ。冤罪なんだ、俺も知らなかった。本当読んでるの冤罪なんだみたいな。俺たちなんで捕まったんだろう。確かにすごい思いながら読んでたんだ。ね、容疑が分かんない。そうそうそう。可愛がりの意味が違う。逆だよ、ケンスケ。ちょっと。ちょ、分かる分かる。今のもう一回行こうか。言わなくていいんだよね。これね、タケ気づくんだよね。おマニーなんか気づいたかも。気づいた。はい、ケンスケ。あ、本当だ。これはもう、証拠残ってるね。そうだね。市長、お言葉ですが、こいつらの言葉は無視ですか？俺はずっと胸が痛かった。でも何一つできなかった。この空気壊してるもんね。できたらポテチを差し入れたり、毛布やアイマスク、あとは鍵、スイッチにスマブラで遊んだりとかしてやりたかった。いや、お前やってんな。そうこうしてそろそろ僕もバレるんじゃん。そうなると俺らにも責任が。そう、俺を脅す
きだなみんな考えて安月給のあなた上司からはモラハラにパワハラ言うこと聞かない部下との狭間うんお前が言うなマジで腹立つ鍵は手の中逃げれる今なら過去にさよ状況が変わるんですね。そうだね。この辺から気の身気のまま窮屈な毎日におさらば拓也が言いくるめられるっていう3、1になってから気づいた急に4人一致団結急に一致団結だもう追ってこてくぞ小出しのっていうことね小出しのそうそう俺に言っておいこれが戻ってくるんですねしれっとスーパーフライヤーとかおいペース上げるぞさあいよいよここが最後のドア。パチパチ。よくやったな一皮むけた。お前部下だろ言葉に気をつけな。オープン。なな何？ちょっと待って。ちょっと待って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 。俺はすごいね。反り方がさ、ダイナミックだった。やばうわみたいなやつ。荒川静香バリン。だってそういうとこでしょ今。すごい、ね。でかくない？一人だけ。オープン。開けました。ガシャン。な、な、何？ちょっと待って。ちょっと待って。なんで、すごいね、これ。こんなになってるよ。だから壁がこうじゃなくても、こうなってる。反り立ってる。あ、そう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 。あ、なるほどね。うん、いや、みんな大きいレベル、同じ目線でいるのにさ、ごめんだけど、俺だけ見てる壁違う。天井じゃん、もう天井。みんなここ見てる。天井。これもスクショで欲しいわ、もう。何言ったの？これすごいやん、これ。ちょっとこれ知らなかったな。はい、続きを。続きを。いきますか。抜け出したと思ったその矢先。下にある壁がものすごい高い。あー、スマブラすら役に立たない。気がついたのに、今より遅くない。他に出口ならないな。後ろの足音は追ってたちだ。なんてこった八方塞がりだ。もう、おしまいだ。諦めるのはまだ早いぜ。だ、誰だ。あの顔を映画で見たことがある。ポテチを差し入れたことがある。その伝説は後を絶たず。ポテチ差し入れたことあるんだ。ってことは、こいつ逃がしたんだってことになるよね。だから、オープニングでさ、1112番がさ、逃げるっていうところが始まるんだけど、こいつが逃がしたんだ。そう、俺が話を差し入れてた。そうそうそう。このまま自由になりたいかなら助けるなこの男たちだキック、スネア、ハイハッ激しく壁を砕いてでバンド紹介もそう支えるベースが痛いもね、はい、そう気入ってる気入ってるカッコ笑う時にハード時にソフト鍵盤の調べと奏で頑張ってジュニアさんこれ真似してるかいや毎回動くんだよ動くんだよスラで座りながらこうやって俺やってるこのケンスケを見てんだ俺であの前のお客さんも俺しか見てないからジュニアさんの音入ってくる余計なことしないでくださいこれ2位で僕らの衣装ね、はい、変わったサラダすごい綺麗な大好きなそして準備はいいかいフライヤーズここまでですかはい、はいお、はい、思い出してるか。そうだね。あ、全然多分いけると思いますよ。コンパクトバージョンで。はい。いや、絶対俺もいないよ、多分。いや、多分違う気がするんだけど、鍵閉めていいと思います。一人だもん。一人だもん。合ってんじゃん。そうだね。